マリア・レオポルディー・ネ・バルブルガ・エファ・フォン・シュテルンベルクは、リヒテンシュタイン公、フランツ・ヨーゼフ一世の妻。在ポーランド皇帝大使を務めた、外交官、フランツ・フィリップ・フォン・シュテルンベルク伯爵とその妻の、伯爵令嬢、レオポルディー・ネ・フォン・シュターレンベルクの間の第二子、長女。皇帝大使、王オネーデルラント総督を務めた、シュターレンベルク公・公ゲオルク・アダムは、母方おじ。 1750年7月6日ヘルツベルクで、リヒテンシュタイン公子、フランツ・ヨーゼフと結婚。夫妻の間には八子が生まれた。レオポルディーネは、ギマイ・エレオノーレフォン・リヒテンシュタイン公爵夫人を中心とする神聖ローマ皇帝ヨーゼフ・二世の側近サークル、5人の公爵夫人の一人として、ヨーゼフ・二世の知性には大きな勢力を持った。 1772年、義理の王子、ヨーゼフ・ベンツェルが、子供のないまま死ぬと、夫が公爵家の家督を相続した。1781年未亡人となった後は、ウィーン・ヒュッテルドルフに住む、末娘のもとに身を寄せた。ブラナウのリヒテンシュタインや代々の墓所には入らず、末娘と住んでいた、ウィーンのエステルハージ邸にほど近いヒュッテルドルフ、小教区聖堂に埋葬された。 ありがとうございます。